はい、では読んでいきたいと思います。今日はね、スペルを覚えるっていうか、スペルが苦手な人、私もそうですけど、なんか間違っちゃうっていう、なんか思いつかないっていう、そういう人のための、音読でスペルを、正確に書けるようになるための練習です。これも音読なんで、繰り返し繰り返しやったりはしません。一回さらってやって終わりです。じゃあ、これ11からになってますけど、まあ、この名前、ネームって呼んでいきます。そしてその後に、NAME っていうふうに、スペルも読みます。それだけで大丈夫です。じゃあ、読んでいきましょう。名前からね。1、2、3。名前、ネーム、NAME。年齢、age、age。国、country、country。都市、city。CITY 家族 Family FAMILY 友達 Friend FRIEND 仕事 Job JOB 学校 School SCHOOL 習う Learn LEARN 話す Speak SPEAK 聞く Listen LSTEN 読む read READ 書く write WRITE 行く go GO 来る come COME 食べる eat EAT 飲む drink DRINK 買う buy BUY 見る see SEE 知っています K No, K-N-O-W. 忘れる forget, F-O-R-G-E-T. 手伝う help, H-E-L-P. 問題 problem, P-R-O-B-L-E-M. 質問 question, Q-U-E-S-T-I-O-N. 予定 plan, P-L-A-N. 時間 time, T-I-M-E. 今日 today. TODAY 明日 TOMORROW TOMORROW 昨日 YESTERDAY YESTERDAY 数字 NUMBER NUMBER